はい、西田製作所です。神奈川県相模原市というところでギターアンプのリペアと販売をしております。 YouTube の動画では主に販売のアイテムのご紹介の思想動画、そして技術的なトーク、そして一部の作業の模様などをお見せしております。もしよかったらですね、チャンネル登録、そして動画の高評価していただけると嬉しいです。動画制作の励みになります。さて、今回ですね、ちょっと最近またお問い合わせが増えてきたので、ちょっと一応、あんまり良くない状況であるということで、マーシャルの JCM2000 についての、お問い合わせの、ことについて、ちょっとその辺のお話です。以前の動画でですね、バイアスドリフトっていう症状がどうしても起きてしまいますと、まあ、抜本的な対策は基板を取り替えることです。このメイン基板って呼ばれるこの部分ですね。こちらを取り替えることですって言っていたのですが、今現在アメリカ、イギリスでちょっとお取引のある業者、あちこち当たってるんですけれども、基板が在庫がない状態で入荷未定になっちゃってます。もしかしたらちょっともう生産されないのかなっていうちょっとこう恐れがあるというところで、基板を交換しての修理っていうのが難しくなっています。でバイアスドリフトって呼ばれるバイアスがどんどん狂ってきちゃって、パワー管EL34 ですね、背の高いあれがもう真っ赤っかになってすごい熱くなるっていうこの症状に関しては、収める対策方法はあるのですが、もう一つちょっと、この基板由来の問題っていうところのトラブル、これはどうやっても基板を取り替えないと対策できないよねっていうのがございます。それは何かと言いますと、主に TSL で起きるんですけれども、 TSL ってクリーン、クランチ、リードってあるじゃないですか。このクリーンチャンネルだけなぜかブーってノイズが乗るんです。これ基板由来のトラブルでして、まあ、基板の結局こういう基板自体のいろいろな不良でどうしても出てしまうっていうところなんですね、プリント基板の。で部品を取り替えても何やってもちょっと出なくて、これが対策されてるんですね、新しい基板だと。でこれで出なくなるっていうところがあって、まあ、一番の抜本的な対策は基板交換になってしまうっていうところですが、この基板が手に入りませんというところでクリーンチャンネルでやっぱブーというノイズが非常に増えてしまうという問題が、ちょっと悩ましいところであります。まあそんなわけでね、ちょっと、今基板手に入らないかちょっと探してはいるんですけれども、ちょっと今後その JCM2000 の修理にはある程度の妥協もしくは諦めが必要になってくる事態が発生するかもしれないというところではあります。まあちょっとその辺はちょっとご理解いただければと思います。あと JCM2000 最近多いトラブルもう一つあります。スタジオとかの備品で多いトラブルなんですけど、音が小さい、どうやっても音が小さいっていうトラブルで、これのトラブルの主な原因、まあ、いくつか要素あるんですけれども、割と確率として多いのがこの出力トランスって呼ばれるトランスです。こいつがダメになってきてるのが非常に多いです。やっぱりもう製造から、一番古いので、まあ、97年ぐらいからで、新しいので2006年ぐらいって言ってもかれこれ、18年ぐらい経っちゃってるわけじゃないですか。でそんなわけなんで、だいぶやっぱちょっといろいろと傷んでるんだなっていうところがあって、特にこの、出力トランス、まあ、これはね幸い基板と違って、国内でも作ってくれる業者があるので入手はできます。これに関しては修理対応はできますが、やっぱりトランスの交換ってなるとちょっとね費用はかかってしまいますっていうところはあります。まあそういったところでね、ちょっとトラブル最近多い JCM2000 ですけれども、ちょっとそろそろですね、ちょっといろいろと根本的な問題の解決が難しくなってきてる時期に差し掛かってんじゃないかなとは思っております。まあなるべくちょっと直したいですけれども、ちょっと直せないっていう可能性も出てきますので、ご理解のほど何卒よろしくお願いします。ちょっとお願いばかりで申し訳ありませんけれども、ぜひともよろしくお願いします。ご相談に関してはいくらでも応じますので、お電話メールにてお問い合わせください。はい、そんなわけでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。